民主主義を今のロゴ民主主義を今はドイツ民主共和国の民主化運動において結成された反体制市民団体政治団体あるいは社会運動団体の一つ民主主義を今今すぐ民主主義をなどのわけもある1989年9月12日に結成ドイツ社会主義統一等の独裁に反対することを目的とする組織ではあったが東ドイツの 反対性運動になっていたプロテスタント教会や宗教の強い影響によって自由、尊厳、多元主義、法の支配、経済の民主化及び環境との調和などを掲げた上で人道的、民主主義的なバージョンに転換した社会主義の維持を主張し、西側諸国の消費社会にも反対した点に特色があり、反共主義体制ながら左派寄りの姿勢を保っていた。 1990年には東ドイツ最初で最後の自由選挙となった人民議会選挙に際し、新フォーラム、平和と人権イニシアティブと3団体で選挙連合、同盟90を結成したが、東西ドイツ再統一に向けたナショナリズムの功用の前に2.9%の得票で12議席の獲得にとどまった。その後も同盟90の一角を成しており、 ドイツ再統一後の12月2日の連邦議会選挙では、再統一の熱狂の中、同盟90と東ドイツ緑の党の統一名簿として8名の当選にとどまった。1991年9月21日に同盟90が正当化した際に、団体は解散して、これに合流、さらに元メンバーの多くは1993年、同盟90、緑の党に参加した。 社会民主主義や民主社会主義、自主管理社会主義、キリスト教社会主義などが近い、日本語ドイツ語、ありがとうございます。